ルにようこそ。ここちょっと高いけど大丈夫？もし高いところが苦手だったら無理しないでね。あ、でもこの乗り物はとっても楽しいよ。ルビー、これが大好きなの。絶叫系とかに比べたらあんまり派手じゃないかもしれないけど、でも周りの景色がゆっくり楽しめていいよね。ルビーもこの前お姉ちゃんと乗ったんだ。二人で隣同士になってね。自分の足で漕ぐからスピードも調節しながらゆっくり進めてとっても楽しかったよ。後ろからチカちゃんとヨウちゃんのカートがすごい勢いで追いかけてきた時はちょっとびっくりしちゃったけどね。ルビーは今アルバイト中だからあなたと一緒に遊べないけど、楽しんでくれると嬉しいな。あ、でももしルビーのアルバイトが終わって少しだけ時間があったら、その時は一緒に乗ろうね。約束だよ。